いよいよ私の刑が執行されることになった。日本は負けたのである。全世界の憤怒と非難の真っ只中で負けたのである。今私は死んでいくのである。靖国神社もけしからんっていうことで靖国神社を被告にしてると、これはある一線を越えちゃったな。やはり当事者なんですよ。アジアの人たちも靖国問題についてはね、日本国家の悪行という文脈で考えるんじゃなくて、英霊の検証の場というものを通じた上で切れ事する場なんだよ。そこはじゃあ日本政府が戦ってくださったんだと言ってる人に対して保証してますか。もう今は外国人だから全くしてないわけですよね。私たちの義務として責務として、その死に対してそこでなされた自己犠牲というものに対する徳に対する検証、そういったことはまずやった上でその歴史認識の問題について向かい合うと。当時は日本人だったんだと、片方ではいや今は外国人だからもうしなくていいんだと、そういうね、やはりもう欺瞞的なダブルスタンダードは許されないですよ。行ってまいります、お母様。靖国で待っております。